いいんじゃないかな。この場合はね、僕はパステル使ったんですよ。パス。ええ。ベラドンナの深井さんは今まで自分が見たどのアニメーションにも属するものではないんですよね。いわゆるアニメってセルだけを使ったルックだけがアニメじゃなくていいんだなみたいな、そういうことでのなんてインスピレーションは多分与えてもらったと思いますね。なんか俺深井さんの絵はこの省略の仕方が最高に好きで、このキャラクターが立っていたとして、こっちにメカがあるんですけど、なんかもうその1本しか引いてない線のちょっとへこみに、なんかこうメカの一部が描かれているみたいなことでも情景描写が完成されてしまうんで、これはすごいなっていうのがやはりその当時の何より感想ですかね。もう本当に好きでしたね。で、描かれるキャラクターの顔とかそういうもののセンスも相当いまだに改めてこう見直してると、めちゃめちゃ影響を受けてるなっていうのは未だにありますね。なんかやっぱり。山本一さんの残した文章とか読むと、リミテッドとフルっていうのをもう極端に、仕分けちゃおうと思ったみたいですね。で、リミテッドどころかスチールアニメにしようって考えたみたいですよ。スチールアニメって要するに静止画で、アニメですらないんだけど、静止画で見せるっていうところを深井さんのイラストでガンと見せて、エロチックなところは全部フルアニメーションにしようというようなコンセプトだったみたいで。悪いことがしたいわ。悲しみのベラドンナの美術を担当いたしました深井邦です。悲しみのベラドンナ原画復元プロジェクトの竹熊です。ベラドンナの原画っていうのはもうほとんどないんですよね。なるほど。もう失われているので、今回はもう特別な方法で、4K のデジタルデータからフィルムから原画を復元すると、なるほど。そういうちょっと変わった試みをやりますので、あ、まあ、で先生、そう、原画を描かれた、はい、深井邦先生が横にいらっしゃいますんで、これは相当クオリティの高いものができるんじゃないかと思いますので、皆さんご期待ください。頑張ります。